さあ、錦。ヌードシアターダンシングクイーン気になるな。その様子じゃ、お、柏木に泣くまで怒られたって感じやな。この声は島野か。怖すぎるやろ、裏路地でこんな顔面出てきたの。島野のおじき、聞いたで。踊れの子分に手合いとるようやの、錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？なんか吹き込みよんぞ。本気でお前を大事に育てる気やろうややったら、そんな連中選ぶはずないやろが。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな悪いやつやな、マジで。肩外れる。これだけは覚えとけ。風間はな、キリュウに組を持たせたいだけ。ああ、ここのワードチョイス。こいつほんまやったことは絶対許されん。狡猾な男やで。せやけどな、皮肉なもんやが、キリュウの評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。まあやった錦なんやけどな。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの下道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。ドアホドアホ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。ああ、この言葉か。肩気にでもなれや。錦オールバック伝説の始まりや。島のほんまこいつ。第7章竜と恋。いいね。伊達さん、伊達さん、こいつを見てくれ。ああ、激痛タトゥー。谷間エロ。これは今朝東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨そんまかな。死因は頭部挫傷および出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。うん。これはどうした。この辺りよく見てくれ。歌堀さんか。小さく歌って文字が見えないか。あ、ああ、こいつは二代目歌堀の仕事だ、はい、この堀氏は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその堀氏が。ああ、俺の背中も掘ってくれた。せやな。占領通りとピンク通りの間の竜神会館にいるはずだ。竜神会館。写真の女が水木ならはるかには酷だ。あいつには伏せておく。ああ、かわいそうに。はるか、何や雑誌読んでんの。いってらっしゃい。ファインリー、何やその雑誌。竜神会館へ向かえ。水木の写真を手に入れた。はい、一回見とくか水木の写真。ああ、これまあ歌堀さんの
あれやな。あ、キャバ嬢のリナの名刺、バレた。バレた。ダボリさんのフリした。あ、ごめんごめんごめん。伊達さんのふりした、伊達さんちゃうわ、歌堀のふりしたあれなんじゃなかったっけ。何か分かったら連絡しろよ。おーい。じゃあな。はい、お疲れ。ちょっとエイジアも寄りたいね、真島さんがおるから。さ、エイジアに来ました。うわ、懐かしいな。 あれ誰やったっけ。あ、リキアや。名前やっと思い出した。リュウさ、お、リュウ3で来たよな。ハートで取るわ。ええー、体してんな。違う意味で。どうや、キエルちゃん。どうや言われましても。しなやかやな。ようこそキリュウちゃん。どうや、興奮したか。するわけねえだろ。こんな茶番だと分かってたら来なかったぞ。いやん、エッチ。いやん、エッチ。いや、そういうわけじゃねえ。だがあんな踊りを見せられた程度で、もてなしだなんだと言われてもな。ん？なんや、不満なんか？ほな、こうしようか。今日だけは踊り子さんにお触り自由や。触るか。ったく、とにかく失礼させてもらうぜ。おい。マッチや。お前、俺のもてなしが受けられへんちゅんか。ああ、そうだ。それが俺の顔を潰すことになってもか。くどいぜ。もともと俺は褒め祝いなんてされる身分じゃねえ。このもてなし、慎んでお断りさせていただく。ふっ、覚悟はできとるっちゅうわけやな。ええやろ。ほな、俺の顔潰してくれたら、しっかりしてろやないか。行くで、It's Showtime! ダンサースタイルか。マジマさん、何回戦えばいいんすか。サクッと殺してあげますよ。はい、極み。はい、もう一丁極み。はい、ペンチシートの極み。よっしゃ、超ラッシュの極み。宙に浮くほど殴ってます。はい、お疲れさん。ペンチシート最強。さあ、もうこの辺にしておいてくれ、エイジアのダンサーマジマは。どうや、最高に熱い試合やった。ああ、無所の中じゃ味わえなかった強烈なダンスを堪能させてもらったぜ。結局なんやかんやキルちゃんいつもな、満足してるよな。マジマの兄さん、あ、今更だが、どんな形であれ俺を出迎えてくれたことを感謝するぜ。よせよせ、俺は礼を言われたくてお前が出てくるの待ってたわけやない。本気の喧嘩ができればそれでええんじゃ。それにたったの10年ぽっち短いもんや、あいつに比べればな。ん？え？なんでもない。これでショーはしまいや。ほな、またな、キリュウちゃん。最初のことやな。よしよしよし。あ、お客さんが戻ってる。D ランク、強肩の極み、勝負。いいね、スタイル強化。さて、目的地は、あ、これか、竜神会館。猫めっちゃおるやん、かわいい。邪魔すんでー。あ、こんなやつやったなぁ。おー、キリオ。頭がブラシみたいになっとるやんけ。はい、先日、ポリシーやりすぎて出所してまいりました。で、セラの葬式であの大暴れか。どうした、炭でも入れ直しに来たのか。まあ、9.5 割チンピラやもんな、相手してんの。この文様は月下美人だな。月下美人、一年に一晩しか咲かねって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。さすがっす。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。電話。マーンって書いてる、右下。もしもし。おお、お前か。後ろの、なんなんやろ。ああ、いるぜ。錦山からだ。錦。なんでバレてる。桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは
権力の大きいところに集まるもんだ。得意げですね。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。ってことは権力が大きいって言ってるようなもんや。水木の死体はもう見たか。なんだと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。セレナ、わざわざレーナがおるセレナでな。キリュウ、背中の竜に色入れ直してやる。今弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。あいつもほな色入れ直したん。あ、痛い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 。それで色入ってんの。錦山は恋を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。足かわいい。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と甲が泳ぐ鯉は山脈を経てやがて龍門に入る。ああ。龍門を登り切った鯉は龍に生まれ変わるんだ。まあ鯉キングはギャラドスみたいな。やつは龍門を登り切ろうとしている。最後に龍になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。そう考えたらさ、一番の流業めっちゃええよな。さあ一度セレナに戻るか。キリュウちゃん、キリュウちゃん、マジマさんとも戦っとくか。何か探しているのか。あ、え、いや私入れ墨入れようかどうか悩んでいて。入れ墨。はい、1年ぐらい前に噂で聞いたんです。なんかすごいクラブのママさんが花の入れ墨を入れていたって。月下美人な。もしかして水木のことか。はい、確かそんな名前の人だったと思います。名前ぐらい覚えとけ。それで私も真似しようと思って歌堀って名人を探しているんです。もしかしてご存知なんですか。やめておけ。ええ、なんでですか。なあ、入れ墨っていうのはな、誰かを真似てやるもんじゃねえんだ。悪いことを言わない。別の文様にするか入れないようにしておけ。そういうもんなんですか。ああ、そうだ。まあ、水木ってやつの真似をするのは危険だからやめておくんだな。わかりました。何やってんこいつ。いや、入れ墨入れてる人に聞いてみたいな、なんで入れたんか。錦山がここに。はい、ただいま。はるかは登場会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。冴の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ私。行かない。どうしたの遥ちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。勘鋭いな。なのになんで連れて行ってくれないの。私お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい遥。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。大正解。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。パッチすまん。反省早。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。動じないね、はるか。教えてよ。なんとか言いなさいよ。なんとか言いなさいよ。お前のお母さんが。うるせえ、言うな。チンピラに言ううるせえやん。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。こんなちっちゃい子がなんとか言いなさいよって言ってたで。でも私にはお母さんしかいないの。キリュウちゃんもおるよ。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。はるかしか裏口から。はるかを探せ。キリュウちゃん、急いではるかちゃんを追いかけないと。せやな。ちょっとレイナ、もうちょいウエスト下げた方がいいんちゃうかな。気になるわ。まずいぞキリュウ、追いかけよう。おはい、わかりました。とりあえずはるか、まあはるか拉致られ上手やからな。オッケー、じゃあどこ行く。目的地が出てるね。なんか喋りたそうやなお前。メンヘラ状態。聞き込みでハルカの足取りを追うんだ。登場会より先に抑えねえとやばいぞ。オッケー。まあなんか誘拐犯やでも言われてたしな、須藤さんとかに。さあお前やな。
キリュウさん、青木、やっぱりご無事だったんですね。よかった。あれ？でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。うん。何？本当か。どこ行った？あ、はい。すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。ゲーセン。でもなんか様子が変だったな。そりゃそうやろ。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。ああ、そう。そうか。あいつはまだ店にいるのか。そんなソーシャルディスタンスしてんの？ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。わかった。ありがとう。普通のことをなんか長々と喋ったな、お前。オッケー。で、ゲーセン入るか。クラブセガ。虫キングちゃうわ。メスキングもせなあかんな。さてと、なんか酔っ払った怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。女子高生1。へえ、どこで？女子高生2。七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。あ、そう。あー、店員さんは？いらっしゃいませ。あ、特に用はない。お前から話聞かれへんねん。あー、そんだけか。オッケー。七福通りね。ちょっと、おい、お前少女を見なかったか？酔っ払ったおじさんやん。酒持ってこい。脅す。おい、小さな女の子を見なかったか？脅すで力力力って書いてんだよ。酒だ、酒持ってこい。脅す。おい、女の子を見なかったか？どうなんだ。すいません。さっきまでここにいたんですが、スーツの男がさらって行きました。どこに？酔い冷めんの早。どこかの公園とか携帯で話してました。了解。公園ね。その前にコインロッカーの鍵結構溜まってきたな。また今度開けに行こう。さて、第3項。はるか、どこだ？キリュウさんに。伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。誰よ？ご案内いたします。どこの大門や。スターダスト。ここはセレナの真ん前や。スターダストじゃないか。どういうことだ？お入りになればわかりますよ。え、全然覚えてないねんけど俺。話なんか言うねんてな。これ公安とかのやつかな。須藤とかの一家か。一家。お待ちしてました、キリュウさん。誰？ミネみたいな。お前、ハルカは無事なんだろうな。あ、ハルカ。あー、ここのシーンか。ダンテさん。危ないよ。カズキたちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは？ここにあるよ。お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな？もちろんです。さあ、交渉交渉。はるか、もうどっか行かんとってな。お前、ペンダント置いていって正解や。ストップ。そこで止まってください。ちゃんと止まる。はるかも偉い。ペンダントをこちらに投げてください。はるか、すまない。絶対ミネのモデルとなったやろお前。結構高めに投げました。走る伊達。狙う刑事のやつ。刑事かわかんないけど、アクロバット。そして狙われる気流。弾丸よければす。ターラペンタントは取られました。無事か？いや、ハルカが。
くそ、浅井が腕を撃たれた。あー、かわいそう。で、お前らは誰？ああ。上からまた狙ったのにな、あいつ拳銃で。それはしてこうへんねや。うわ、ほぼほぼサングラス。なんやねんそれ。ダサ。やりますか、謎の組織。うわー、拳銃いっぱい系か。壊しやスタイル。ちょ、待て、回復しとこ、回復しとこ。絶対バンバンやられるから。まずこうしといて。なんか、装備、なんかもろてたっけ。あ、護衛ももろったんやったっけ。伝説の貴族が愛用した担当。敵から経験値を得やすくなるらしい。あ、そんなんねよ。しよう。やめろ。いった、関節技決めてきよった、こいつ。ちょ、暴れさせろって。お前、ちょ、ナンパさせてくれへん。ちょ、ナンパさせてくれへんって。離せい。これ、壊し屋じゃないパターンか。え、なんで、え、強すぎん。ちょ、待って。ちょ、待ってって。おれ。はい、掴んで、みんなの前、うわぁ。いや、強すぎ。ちょ、待って。その、撤回してる場合ちゃう。え、待って。え、食いねんけど。スタミナ X。危ない。おい。うっしゃ。おい。うる。ちょ、待て、もうほんまにやばい。え、ほんまに強ない？これが最高難易度か。こっからやな、本番は。ちょ、待ってって、マジで、お前ら。お前から行こう。お前でヒートゲージ貯めさせてもらって。うわぁ。致命傷。くっそかよ。ちょっとはのけそれ、お前ら。やばいって、埋める込むぐらい蹴られてるやん。え、どうしよう。スタミナのロイヤル。掴んで、はい、極みがもうなかった。強すぎ。避けてー、避けられへん。やっぱ壊しやすいスタイルあかんな。いや、もう強いって拳銃持ち。なんもできひんねんけど。はい、極み。これで倒すしかないわ。よし。まず2体避けて。危ないな、お前。おれ、強すぎ。お前いない。もう、はい、カッチン。はい、キャミー。それは許さんわ。オッケー。大強い。せこいな。対マンじゃ勝たれへんのか、お前ら、ほんま。てはい、掴んで投げるからの、これ持って、おい、はい、極み。よし。危ないね。回復しよう。金の皿邪魔やな。オッケー、強いな。あんなところに、ここ見て、はるかとダスはこんなところ。おれ。オッケー。あー、痛いね。カチャって聞こえたら避けなあかんな。お前はこうです。危ない。オッケー、ダスとお前や。もう対魔、危ない。あー、関節。早くしよう。体力も増えたな。対マンやったらさすがに負けへんで、お前なあ。やるやん。
お前闘技場出てもやっていけるぞ。いや早い系や、間合いちゃんと取ってちゃんと場所とか変えてくるタイプの。よいしょ、ムエタイ系やなお前。いや強っ、強すぎて強っって言うと思った。おい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 、あーやるね。おれ、いや強え、ゴキおい、うちやろちゃんと、めっちゃ強いやん。いや体力回復なくなってきた。チンピラでゴリ押すか、バツレター。はい、ガードでヒートゲージだ、危ない。ちゃんと避けてくんな、掴まれたらバツレンダー。オッケー、ガードでバツレンダー、離せ。くっそ、やらしてくれへんな、やりたいこと。ラッシュで行くか、全然攻撃する隙ないわ。ま、マジか、俺下手くそやな、マジで。あムカつくやこいつ。だそれさ、避けた後に攻撃してくんのプレイヤーやん。避けて、避けて後に攻撃してくる。あ、いい、捕まれる、まあ、早すぎるやろ。オッケー、おっしゃ、くっそ、裏取って、めっちゃ経験値もろた。逃げ足早、渡しませんね。お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな、なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちは、パーン。口は割らせねえと。大丈夫か、ハルカ。ハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。伊達さんが言うなら大丈夫や。助けに来てくれたんだね。ああ。ごめんね。私が勝手なことばかりするから。ええんやで。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない、俺は助けることができなかった。ごめん、ごめんな、ハルカ。感動する。伊達さん親子の次は桐生ちゃん親子かよ。あ、カズキ、カズキとユウヤ。桐生さん、うわぁ、 M 字バング。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。はい、俺はこの線から少し探ってみることにする。組織隠してんのにバッジとかは作んねんな。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。普通何もできひんで、たかがホストで。サイドカールが、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ、隠れた、嫌われちまったかな。そら腹出してるな、ポヨンポヨンやったら。この子をしばらくかくまってほしいんだ。変態や思うやろ。わかったよ、でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。元同僚やもんな。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが
花屋、恩に切る。ありがとう。まあいいって。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。はあ、そうさせてもらうよ。いやー、一件落着や。とりあえず遥かさらわれた件は、あ、立ち入り禁止、思いっきり入るやん。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。悪いな。10年前のあなたは私にとって目標だった。自分語り。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。かっけえ、伊達さん。アジトについて、あ、強制にせやめます。キリュウ、まだ錦山と会うまでは時間がある。ハルカもいろいろあって辛かっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。せやな。だがハルカは傷が浅いんちゃう。傷は浅い。うん。それにあの子にとっちゃ弾の遊びの方がいい薬になるさ。それはハルカが決めることやけど。行ってやってくれ。わかった、よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか。早っもう全然平気だよ。切り替え早っ。伊達さんも弾がかすっただけだから大丈夫って言ってた。そこにおるけどな、伊達さんは。それが刑事の言うセリフか。本当なら医者に見せるところだ。うんきっとこんな経験したことのある子他にいないよね。強っ。ドラマのヒロインになったみたい。強っ、お前メンタル。随分肝っ玉が座ってんな。おう、まああまり無茶するんじゃねえぞ。了解了解かわいい。犬も連れてきてるやん。おじさん、私もう大丈夫だからどこか行きたい。どこ行く。本当に大丈夫か。うん、元気だよ。腕も大丈夫だからね。わかった、無理するなよ。うん、よっしゃ。ほなカムロちゃん案内したろ。俺が行くぞ。ハルカ。ハルカは携帯電話持ってるのか。持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから持ってるわけないじゃない。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。あ、クラスの子。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。文通でもしてるのか。やだおじさん、メールも知らないよ。やださすがに遅れすぎ。遅れすぎメールって手紙のことじゃねえの。西だから来てますやん、いつも。そこ、カムロ町って見たこともないお店がたくさんあるよね。おう、まあそうだな、子供には新鮮かもしれねえな。めっちゃ喋んな。ほんでそういえば街を歩いてる時におもちゃ屋見つけたんだけど閉まってて入れなかった。いつ開いてるんだろう。出た、大人のおもちゃ屋。待て、それはきっと大人が入る店だ。お前にはまだ早い。うん、早い早い。10何年早いわ。大人はおもちゃなんか買わないよ。いやー、買うねんな。大人の方が買うかもしらん。方が買う。それは、それはないわ。それはないわ。買う人もいるんだ。それはないわ。何それ。どういうこと？なんて答えでいいんだ。いやー、ソープ話も出るからな、はるか。懐かしいね。オッケー、じゃあ、カムロ町散歩、行きますか。ごめん。何？キリュウさんお暇なんですか。モグさん、まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。ありますぜ。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。はい、宝くじじゃ気晴らしい。あれや、超反爆地や。いやいや、
話はこれからです。ああ、そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。喋り方えぐいな。名前の癖もすごいけど、お前喋り方の癖もすごいな。よし、ほな行こうか。宝くじ売り場。